スパイタイム、スパイタイムマイナスは2015年に公開されたスペインのアクションコメディ映画マヌエル・バスケス・ガリエゴによる同名のコミックアンナ・クレット・アゲンテ・セクレトを原作としている監督はハビエル・ルイス・カルデライマノル・アリアスがタイトルキャラクターをキム・グティエレスがその息子を演じているスペインでは2015年度に公開されたアクション映画のオープニング記録を達成した 日本では熱帯美術館が配給し未体験ゾーンの映画たち2016の上映作品として2016年1月23日からヒューマントラストシネマ渋谷やシネリーブル梅田で上映される。極悪ギャングのバスケスが脱獄しアナクレートの息子である警備員のアドルフォに狙いを定める。バスケスは凄腕スパイだったアナクレートがかつて刑務所に送り込んだギャングだった。 アナクレエトは引退を撤回し、予期せず父親の二面性を知ったアドルホとコンビを組む。アドルホは天聖の素質を開花させ、元カノであるカティアも絡んでバスケスの復讐に立ち向かう。イマノルアリアス・キム・グティエレス。ありがとうございます。